荘園。荘園は公的支配を受けない、あるいは公的支配を極力制限した、一定規模以上の私的所有、経営の土地である。なお、中世の西ヨーロッパ、中央ヨーロッパに見られた、マナー、英語、グランドホーシュアフト、ドイツ語の訳語としても用いられている。日本における荘園とは、奈良時代に律令制のもとで始まり、 橋場秀吉による太閤検知によって終わりを告げる権力者の私有地を指す。時代ごとに形式が異なる。中国においては、漢の時代より、皇妃や皇族、富豪らが所有する、将もしくは、縁と呼ばれるものが存在し、これが、将縁のもととなった。ただし、当時の将や縁の主体は、娯楽のための別荘であり、これに、付属の庭園、さらには、 周囲の田園や山林を含めたものであった。陸町時代の南町では別所、別行と呼ばれて、江南貴族の中には数百頃の田畑を持つ者も,も存在したが、あくまでも別荘の一部として捉えられていた。中東以後近伝制が崩壊すると、宮廷や貴族、武人、地方の豪族などが個人で田畑を財産として、使用する風潮が強まり、各地で商殿、 荘園が形成されるようになる。五代には貴族層が没落し、宋初には家居制度が整備される一方で武人の勢力が抑圧されるようになったために、地方の豪族から官僚が生み出され、その庇護によって当人及び一族の荘園が発展するという構図が描かれるようになった。荘園を構成する田畑は主に皇帝よりの温室や懇伝、室入りや改入による購入。 鬼神、さらには暴力を伴う強奪などの手法によって獲得されたものも含まれていた。そのため、地域一円を荘園化して山や川などの自然物を持って境界とした荘園や分散した土地を合わせて一つの荘園として扱う場合など様々な形態が存在し、中には数路にわたって多数の荘園を有するものも存在した。当や宋の荘園には、 冬不,不入の特権は存在しなかったものの、皇帝からの恩師は租税を減免され、官僚所有の荘園には免疫特権が存在したため、農民が重い税負担から逃れるために荘園を官僚に寄進する例も見られた。さらに、これを見た、非官僚の荘園所有者も、政府や官僚との個人的つながりを通じて、本来は免れ得ない租税の納付を回避しようとする者もいた。 その結果、中央再生にも影響を与えるようになり、総王朝では環境元年、1022年に、官僚省園を3 5ごろ、勝利が全省園を15ごに制限する提案が出されたものの失敗し、その後現伝免疫法を行って、免疫の範囲や基進に制約を課そうとしている。もっとも、宮廷や、官庁自身も、省園の一大所有者であり、宮廷に属する省園、 党の内創託し、創の未章や、軍事的要所の周囲にて、兵糧確保のために開墾、屯田によって形成された、栄殿管お及び、屯田軍創、その他民間から没収して、没関電の管創なども存在していた。当創期の荘園は庭園及び、農地のほか、複数の高地で構成されていた。荘院、荘託には、荘園の所有者とその家族、 感想、感想、幹人と呼ばれる管理者層、その高次労働などを行う使用人などから構成された。荘園は所有者が直接経営に携わる場合もあったが、所有者に雇われた管理者が直接工作者である伝お及び奴隷を監督して生産物や金銭などの形式で、租税や小作料を徴収して管理し、時には相場を利用して運用を図り、 差額を設ける者もいた。歩行法制定以後、管理者から、電子の中から雇用されて電子に雇を編成させると、共に、租税、小作料徴収業務の補佐を行う雇頭が、設置された。直接工作者としては、電子、奴隷、その他雇用者が挙げられる。電子は、商客、知客、佃田牧、客土とも呼ばれ、中には、 事故の土地を持つ自作農が生活の死のために、伝古の役目を担う例もあった。荘園内に、数十ないし数百の伝古が建てられそこに住む者と外部から通う者がいる。彼らは、必要な農具や工牛の提供を所有者や管理者から受けながら、荘園内の工地を工作して、租税や小作料を納めたほか、荘園内の労働にも従事した。奴隷は、 かな奴隷的な性質を有する者と、独立した住居を構えて伝下に近い性質を有する者があった。奴隷は、前時代の指導費、かき部の流れを組み、当代和では、荘園内の労働において、重要な役目を担っていたが、壮大になると伝下による工作の方が、所有者、管理者の負担が軽く、次第に伝下に切り替えられたり、奴隷の雇用者化が進むことになっていった。それでも、 直営地を耕す要因として奴隷が完全に排除されることはなかった。民進期においても、前王朝の勘有地や没勘地、前王朝関係者の荘園を接収した者、戦乱の売りの後配地などを、宮廷や将、君、咳、官僚などに、荘殿、荘園などとして与えた。こうした荘園は、中央の内官や行為によって管理されたが、現地の有力者を、 小頭に任じて実務を行わせる場合もあった。アキラは国内各地に宮廷直営の構想を設置した。新では構想に代わって拠点となる直霊及び満州に内務府乾燥や政教古部、霊部乾燥が設けられた。乾燥には長古作権を有する肝人世襲の小頭が置かれ、干渉内より租税を集めて生産物。後世には その代金を宮廷に収めた。日本の学会では、中国の荘園に対する理解、主に世界史の基本原則及び中世ヨーロッパの荘園との対比について、大きく分けると二説に分かれて論争が行われてきた。一つは、須藤義幸、堀利一らの説で、近伝性の崩壊で、小農民による土地所有原則が崩壊して、大土地所有が発生して、 地主と殿下が形成され、壮大に入ると、地主層が官僚となり、殿下を駆使して、商園を経営するようになった。殿下は地主によって、経済的な依存なくして生計が立てられない状況に、置かれ、移転の自由を持たず、土地に自爆された一種の濃度性であったというものである。もう一つは、宮崎一さだらの説で、近伝性の実施を認めない立場から、 元代から大土地所有者による荘園開発と貧民を招いた工作が行われ、後世の荘園をその延長とする。東大の柿部がヨーロッパの濃度に相当していたが、万党以後の混乱によって、柿部が自立して一円的な大土地所有も分解した。その結果、宋代の荘園の内実は冷静な土地編の集積を弁宜上荘園としているに過ぎず、 地主と伝子は自由人間の契約関係に基づく古作制度によって経営されていたとするものである。この両者の説は中国史における時代区分論と密接に関係しており、ストは東及び五代を古代、宋を中世とする立場から、宮崎は漢大を古代、三国時代から東及び五代を中世、宋を近世とする立場に立っており、 ヨーロッパ中世の荘園と対比すべき、濃度性による経営に基づく荘園が、それぞれが主張する中世に存在したというものである。そのため、双方の中国市場における荘園の位置づけも大きく異なっている上、ストや宮崎の晩年には、冷戦構造の崩壊とともに、世界史の基本原則という概念のそのものに対する批判が出現したことで、 議論自体が中途で停滞することとなった。その後、高橋義雄が、伝古には、濃度性による佃田と古作性による佃客の2種類があるとする二類形論を唱えたのをはじめとして、両説を接中する見解や地域差、民族問題などと関連づけて、両説の並立の可能性を探る見解も出されているが、通説の確率には、ほど遠い状況にあるとされている。 ヨーロッパにおける、荘園制、マノーリエリザムオアセイナーエリザムは、中世の西ヨーロッパ農村及び中央ヨーロッパの一部農村に見られた経済、社会構造を指す用語である。ヨーロッパ荘園制の特徴は、法的、経済的な権力が、領主に集中していた点にある。領主の経済生活は、自らが保有する直営地からの収入と、 支配下に置く濃度からの義務的な効能によって支えられていた。濃度からの効能は、労役、生産物、現物、または稀に、金銭、現金という形態をとっていた。マナーザムやセイナーエイリザムの語は、それぞれ農村において、代々相続される伝統的な支配地域を表す、マナーズ、セイニギス、日本語では、荘園と訳されるに由来している。 小園領主の地位は、より上位の領主からの要求を受け負うことにより、保障されていた。詳しくは、封建制を参照のこと。小園領主は、公共法や地域監修にのっとり裁判も行っていた。また、すべての小園領主が在属者だったわけではなく、司教や修道院長が領主として、功能を伴う土地所有を行っていた例も見られる。 農村社会における全ての社会経済要素の基礎となったのは土地所有の状況であった。荘園の登場に先立って二つの土地システムが存在していた。より一般的だったのは完全な所有権のもとで土地を保有するシステム。一人の土地所有者の他にその土地の権利を有するものがカイムというシステム。英語でローディアムという。であり、もう一つのシステムは 土地を条件付きで保有する形態である神への贈与、プリケリアまたは生殖録、ベネフィシアムの利用であった。これら二つに加えて、カロリング町の君主たちは、第三のシステムとして、省エ性制に封建制を融合させた、アプリシオ、エイプリチオを創始した。アプリシオが最初に出現したのは、シャルルマーニュ、カール大帝の南仏保有地である、セプティマニア地方である。 当時、シャルル・マーニュは、778年のサラゴサ遠征に、失敗し、その際、退却軍についてきた西郷都族の難民をどこかへ、定住させてやる必要に追われていた。この問題は、皇帝直轄地である王領、フィスクのうち、二工作で不毛な地帯を、西郷都族へ割り当てることで解決した。これが、アプリシオの諸言だとされている。確認されたもののうち、 最も初期のアプリシオは、ナルボンヌ、ナルボンヌに近いフォンジョクス、フォンテジョンコースで見つかっている。西ヨーロッパ宮廷国内の一定の地域では、古代末期に別荘、B 社システムが確立し、中世世界へと継承された。荘園を構成する土地は、次の3階層に分けられた。業種の収入源には、この他にも法定収入や、 借地の変更契約ごとの収入と同様に、領種の、持つ、水車、製板所、ワイン圧搾機などの使用量や、領種の森での狩猟権量、豚飼育権量などが含まれていた。領種の支出名を見てみると、荘園管理は大きな出費を伴うものであり、小規模な荘園では、濃度保有に依存しない傾向があったのも、このためだったと考えられている。濃度の保有財産は、 名目上は、領主と借地人、濃度との合意に基づくものとされていたが、実際には、ほぼ強制的に接収させられていた。相続時に、領主への支払いが課せられていた。濃度は、人工的、経済的な条件が整って逃亡できる見込みが、立たない限り、土地を放棄することはできなかった。同じく、領主の承認や、慣習的な支払いなくして、土地を、 第三者へ譲渡することもできなかった。濃度は自由民ではなかったが、奴隷だったわけでもない。濃度は法的権利を主張し、地域の監修に従い、領主の復讐入でもある、法定量を支払えば、訴訟に訴えることもできた。濃度が保有財産を転貸することは珍しくなく、13世紀頃からは、領地、領主の直轄地での労役の代わりに、 金銭納入が行われるようになった。封建社会の法的、組織的な枠組みを、荘園性と共に形作る、封建制がそうであるように、荘園構造も、また、封建的な特徴を示す社会に普遍的な一定現象であるとは言えない。経済状況の変化に伴って、荘園経済は相当な発展を見せたが、それでも、中世後期に至るまで、 小園が全く存在しないか、不完全でしか存在しない地域が残存し続けた。また、すべての小園が前述三種類の土地から構成されていたわけではない。平均してみれば、領地、領主の直轄地は、高地可能な土地のおよそ3分の1を占有し、濃度の保有地はそれよりも広いというケースが多かった。しかし、領地、 領主の直轄地のみからなる荘園や自由農民の保有地のみからなる荘園も存在していた。同様に、濃度の保有地と自由農民の保有地の割合には、地域差が大きく、領地での農作業にかかる賃金、労益への依存度を大きく左右した。大きな荘園では、領地、領主の直轄地での義務労益という大きな潜在的供給力を持つ領主がいれば、 濃度保有値の割合が大きかったのに対して、小さな荘園では、領地における、高地可能な面積の割合が大きくなりがちであった。自由農民の保有地が占める割合は、一定範囲内に収まっていたが、小さな荘園では、幾分大きくなる傾向が見られた。荘園は、地理的状況の面でも多様性が見られた。単一の存落からなる荘園はあまり見られず、多くは2個。 数個の村落から構成されており、そのほとんどは他の荘園の一部と混在していた。このため、領主の所有地から離れた場所で生活する農民も少なくなく、このような農民は、領地、領主の直轄地で、労役義務を果たす代わりに、金銭納入を行うようになっていった。農民の保有地が正地面からなっていたように、領地、領主の直轄地も、 単一的な土地ではなかった。領地は、領主の館を中心として、その近接地や資産建物、さらに自由農民や農土の保有地の間を縫うように存在する商品の土地群から構成されていた。また、領主は、より広い範囲の生産物を供給しうるべく、いくらか離れた場所にある他の商園を保有するだけでなく、隣接する商園の財産を賃貸借することもあった。 荘園を保有していたのは必ずしも上位領主へ軍役方向または大戦脳を行うような在族領主ばかりではなかった。イングランドで1086年に編纂された東欧形態館ドームズデーブックに残された記録から推計してみると国王が直接支配した荘園は全体の17%を占めさらに大きな割合4分の1以上を主教職や 修道院が保有していた。聖職者の保有する荘園は、隣接する在族領主の荘園よりも、はるかに広大な農土地を持っており、次第に拡大していった。荘園経済をめぐる、社会環境から生まれる影響は、複雑であり、時には、矛盾をはらむこともあった。高知では、農民の自由が保たれるようになっていた。特に畜産は労働の集約化が弱まったため、 濃度の奉仕を必要としなくなっていったが、他方、ヨーロッパのいくつかの地域では、最も圧政的な昇園支配と呼ばれるような状況も見られた。その中にあって、東部イングランド定地では、スカンジナビア入植者の遺産の一部として、当時としては、例外的とも言える農民の広範な自由が確保、されていた。同様に、貨幣経済の拡大は、 労役の代わりの金銭納入が普及していくという形で現れた。しかし、1170年以降、マネーサプライの増大とそれがもたらしたインフレーションの結果、貴族たちは、賃貸していた土地や財産を取り戻すとともに、文字通り減退してしまった、現金支払いの固定価値と同等の労役を再び、化していった。昇援制、マノーリエリザムという用語は、 中世に使用ッパを説明する上で最もよく使用される。省エ性制に先立つシステムは後期ローマ帝国の農村経済にその諸言を見ることができる。出生率と人口が減少していく中で生産の重要な要素は労働であった。代々の支配者たちは社会構造を固定することにより帝国経済の維持を図っていった。父親の職は 息子が世襲するものとされた。表議員、コスラーは人気切れで退任し、コロヌスと呼ばれる工作者層は居住する領地からの移動を禁じられた。これらの工作者はセルフと呼ばれる濃度となっていった。複数の要素が重なって、旧来の奴隷の地位と旧来の自由農民の地位を合わせ持ったコロヌスという従属的な階級が生まれたのである。325年頃に、 コンスタンティヌス一世が発布した法令は、コロヌスのハンドレー的な地位を規定するだけでなく、法廷における国祖権を保障するものでもあった。帝国内への居住が認められた異民族フォーデラティが移住してきたため、コロヌスの数は増加していった。5世紀に入ると、ゲルマン王国がローマ帝国の権威を継承したことにより、ローマ人領主は異民族にとって変わられた。8世紀には、 地中海貿易が壊滅したことで、農村の自給自足体制が急速に確立されていった。歴史家、アンリ・ピレンネは、イスラム圏への征服活動が、ヨーロッパ中世経済の著しい農村化をもたらし、また多様な農土階級が支える、地域権力ヒエラルキーという伝統的な封建様式を引き起こしたとする説を展開している。ただし、異論も少なからずある。 古代インドにおいては、絶対的所有権の概念が存在せず、自給自足に近い生活を送る、霊災農家が森林を開発して、田畑としたものが土地の所有者となり、君主に租税を納めることで、その工作権が保障された。古いインドの村落共同体は、こうした土地所有者によって構成されていた。古代のカースト制子族社会においては、 自由な土地の売買や譲渡は許されていなかったが、紀元前5世紀前後には、社会の発展とともに緩やかになっていった。また、君主の土地に対する支配権が確立され、バラモン役者トリアに土地を与えることが行われるようになり、彼らはダーサと呼ばれる従属民などを用いて、大土地所有者としての地位を確保してきた。ところが、 1793年にインドの植民地化を進めるイギリスは北インドにおいてザミインバーリー制度を導入して領主、地主を土地の近代的な土地所有権者と認める一方で従来現地住民が持っていた土地所有権、工作権を強制的に剥奪して領主、地主の小作人として所属させ領主、地主を通じて 高級的に現金を徴税することにした。これは、古作制度というよりも、中世荘園制度のインドへの導入に近く、従来は、古代には収穫物の6分の1、デリースルターン長時代以後でも収穫物の3分の1の徴収であったものが定額かつ高額な地税を、現金による納付となり、なおかつ徴収実務は、領主、地主に任されていたために、 農民は濃度に近い状況に置かれた。これに対して、南インドでは、伝統的な村落共同体の影響が強いために、農民の従来通りの土地所有を前提として、より緩やかな、ライヤトアーリー制が導入されたものの、5から6割の地祖の前に未納を理由とした間の、没収もしくは納税のための借金の方に、領主、地主層からなる金融業者の差し押さえを経て、 北インドと同様の土地支配体制が広がっていった。この状況は、第二次世界大戦後のインド独立まで続くことになる。朝鮮半島でも統一しらの時代より、貴族や寺院による小規模な荘園が形成されていたが、本格化するのは、武神政権の成立、モンゴル帝国の侵略が続いた高麗後期である。この時代に、田、芝香を基本とした土地、租税制度は、 公開に向かい、胸地下、ヤンバン、ジーン、竹人らが各地で大規模な土地憲兵を行うようになった。は、農村、田所、別所などと呼ばれ、荘園には、耕作地以外にも、山野や森林などを含み、その中に、農舎、堤老、学堂、仏寺などが設置され、中には、内部で利潤を目的とした墓地や長都市、高利貸し経営を行うための施設を有する者も、 いたが、ほとんどの所有者は通常は都市に住み、実際の運営は現地に派遣された土木によって行われていた。工作者は土肥と土地のない領民であったが、彼らは5割にも上る、小作料のほか、運送、飲食代など諸経費も徴収された。土地憲兵や徴収が暴力を伴う場合もあり、土地をめぐって争いが起きている場合には、当事者双方が小作人より二重の徴収を、 行われる場合もあった。高来の荘園には、裕不,不入は認められていなかったが、所有者が牽制者であった場合にはその、政治的圧力で事実上の裕不,不入の状態となった。李氏朝鮮成立の過程で、土地制度の改革が行われ、家電法及び式電法が導入され、多くの既存荘園が没収されていった。だが、その一方でこうした改革は、李友宗モや、 更新を所有者とする新たな荘園体制の再編へと繋がっていった。それでも改革は土地の売買による土地拡大の可能性を高めて、高麗時代のような暴力的な集奪による土地憲兵の可能性を排除した。また、宗地下、ヤンバンの生活の拠点が都市から在地の荘園に移り、積極的な経営に乗り出す姿勢を見せ始めた。だが、 16世紀末から17世紀初めにかけて起きた人心和乱、定友和乱、堤防ウロン、日のエネウロンの4つの戦乱によって式伝性が崩壊し17世紀後半には免税特権を国家から与えられた休層や田室省が設置されるとともに土地売買の制約が一層緩くなり省園制度は最盛期を迎えた。また、 土肥の社会的地位が上昇して従属性も低くなったことによって荘園の仕組みも変化していった。すなわち、同手のひら、社音と呼ばれる専人の管理者によって経営され、土装と呼ばれる定額小作料制度が広まるようになり、その納付も勤納や大勤納が主流となっていった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。